史文革出版は、京都府京都市左京区にある出版社。美術商史文革の出版部で、人文系、美術系の書籍を刊行している。絶版となった古書や、花道、歴史、国文、芸術などのオリジナル企画書を刊行している。ベストセラーにならなくても、命の長い本を出版していく方針をとっている。所在地同ビルに企画展をメインとする美術館、史文革美術館、京都市東山区古門前通り大和王子東イル、元町386にギャラリー史文革を運営する。1937年、古文書、古美術などの専門店、書史史文革として、京都市下京区に開店した。店名は、初代経営者と親交のあった京都帝国大学の歴史学者、中村直勝博士によって発音しやすい名称として名付けられた。1967年に株式会社化され、1969年より学術、芸術系書籍の出版を始め、1975年に出版部門が史文革出版として独立した。1969年、大正時代に刊行された後、長らく絶版になっていた日本人名辞典を復刻出版した。同書は2007年までにおよそ1万部が売れている。1981年から出版している史文革史学総書は50冊を超えている。1992年、もう一つの中世像が女性誌青山奈緒賞の特別賞を受賞した。1993年、園田秀弘による西洋化の構造が読売読書委員を務める山織哲夫国際日本文化研究センター教授により、1993年下半期の私の一冊に選ばれた。同書は、1994年度のサントリー学芸賞に選ばれた。2004年、愛知大学非常勤講師の遠藤正春による本草学と洋学が第2回徳川賞に選ばれた2006年、本読売堂の読書委員の一人である竹内洋関西大学教授により、近世儒者の思想挑戦が今年の3冊に選ばれた2007年、幕末から1980年代までの日本の産業技術の歩みを体系的にまとめた日本産業技術史辞典は今までにないタイプの辞典として注目を集めた。2008年、奈良国立博物館が2005年から2007年まで3回開催した正倉院学術シンポジウムをまとめた正倉院宝物に学ぶを刊行した2012年、最上義光が参加したレンガを記した巻物一巻を山形市に売却した。同年、新島城研究の第一人者である元井康弘により、翌年の大河ドラマ、八重の桜のヒロインの魅力が語られた日本の現金院、新島八重を出版した。2013年、ミシガン大学客員研究員の岡田真理子が、京舞、井上流の誕生で、日本演劇学会河竹賞奨励賞、サントリー学芸賞の芸術、文学部門に選ばれた。2015年、加藤師範大学専任講師の陳良虹が、日中演劇交流の諸相中国近代演劇の誕生で、日本比較文学会賞に選ばれた。史文革美術館に関するカテゴリー。ありがとうございます。